2022年の司法書士試験に合格しました土屋と申します。本日は将来の司法書士である皆様にこうやってメッセージをお話しすることができて大変嬉しく思います。本日はですね、何を話そうかといろいろ迷ったんですけれども、皆さんに最も伝えたいこととして一つだけお話をさせていただきたいと思います。それは学問にはまだまだ先の世界があって、これからどん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 実力は伸び続けるというところですね。まずはこれをご覧になっていただきたいんですけれども、この縦軸と横軸になっておりまして、この赤い線がですね、その人間のその成長曲線といいますか、を表したグラフになっております。で、4月5月6月で問題を3周するんだと、問題集を3周をしまして試験に臨んで、最初はこう低空飛行だった赤い線が後々こう伸びていって、爆発的に伸びていって、それで試験当日に7月3日ですねに、この実力を合格の水準まで到達させるんだというグラフです。伊藤塾の利用されている方はおなじみかもしれません。で、私がですね、受験生の頃にですね、すごく疑問に思っていた部分がありまして、それはこの先の世界ですね、この合格に到達した後のこの赤線がどういうふうな推移をたどるのか、これが私は非常に不安といいますか疑問に思っておりました。と言いますのは、穴の開いた夜間の話によく例えられると思うんですけども、夜間には穴が開いているんだと、そこに知識という水をどんどん注ぎ込んでいく、穴が開いておりまして、どん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 知識が抜け落ちてしまう。この抜け落ちてしまう速度よりも早く水を注ぎ込むことによって、試験当日はこう並々入った状態で試験会場に、それで、合格を勝ち取るんだと、まあ、こういった話を聞いたことがあると思います。で、私もその話を聞いておりまして、つまりこの赤線がですね、後々こう波線のような経過をたどるんじゃないかというふうに思っていたんですね。つまり、覚えては忘れてを繰り返して、たまたまその自分の調子がいい時でしたり、試験の問題との相性がいい時、こういった時はたまたま合格できるけれども、すぐにこの忘却してしまうものですから、実力が下がって、で、たまたま運がいい時に合格はするけれども、運が悪ければ落ちてしまう、こういうところなのかなというふうに思ってたんですね。そこで次にですね、この写真を見ていただきたいんですけど、これはですね、私が2年目に入ってから始めた勉強ですね。1年目の試験でですね、商業登記の半分をほとんど白紙で出しております。合同会社の登記が出たんですけれども、私はそこにもう手も足も出すことができずに、自分自身がもう落ちたっていうふうに思っていたんですね。なので、2年目にこれは突入だということで、高橋先生の中上級編のプラクティカルコースというコースをですね、頼みまして、それでまた勉強を継続しておりました。で、この写真を見ていただきますと、1回目の点数が80分の65になっていると思います。この丸×の問題になっているんですけども、つまりこの2択なんですね。で、2択にもかわらず、80分の15は間違えてしまっているというところがあります。一応、私はその合格を結果的にしてましたので、合格者の水準ではあるんですけれども、それでもなお80分の15は、まるっきりこう逆を引いてしまっていると、丸×問題の。これを自分のしっかりとした知識で理屈立てて解いているかというと、そうではなくて、多分こっちかなというところで、まあ、当てずっぽうで当たったような問題もありますし、答えばっかりは出てくるけれども、全くその自分の理屈では全然理解できていない部分というのもたくさんあるんですね。で、そういったものも考慮すると、実際に自分が理解できるっていうのは80分の40あるかないか、あればいいかなというぐらいだと思います。で、これを1周目はその80分の65なんですけども、まあ、2回目ですね、80分の75まで上がっていきます。で、つまり合格をしたという状況ではあるんですけども、これでもなお上がり続けるということなんですよね。で、私はですね、このことを経験を得まして、それで先ほどのグラフですねを見ていただきますと、先ほど言った話ですね、波線になっているのではなくて、正しい努力をし続ければ実力、学力っていうのはどん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 こう伸びていくんだというところで確信を得ました。私がなぜこんなことを話すかと言いますと、セレクションの問題集があると思うんですけれども、試験直前期に3回解けばいいというふうに言われておりましたけれども、実際はですね、私この3週以上に、まあ、4回、5回、6回、7回と解いている問題もあるんですね。じゃあこれをもし今年落ちていた場合、10週、20週やっていくのか、これも非常にこうモチベーション的に維持できるかが不安なところではありました。しかしながら、自分がもっともっと勉強していけば実力がついていくんだというところの経験を得ましたので、そういった部分で受験生の方にですね、不安に思っていただく必要は全くないのかなと思います。つまり、先ほどのこのグラフの先ですね、これは
たまたま私たちが氷山の一角を見せられているに過ぎない。あるいはここはもっともっと高い山になっていて、雲がかかっている。で、その一望目を私たちはもう雲がかかっていて先が見えないものですから、山の頂上だって思い込んでいるだけで、これは一部の人しかたどり着けない山ではなくて、もう誰もが正しい努力をすればたどり着ける山なのであると。そういうふうに私は思いました。まあ、合格は一応しましたけれども、勉強を続けていこうかなというふうに思っております。それで皆様にお伝えしたいことがですね、どうでしょう皆様、勉強ってあんまり楽しくないですかね。私は勉強はすごく楽しいなと思っておりました。それは今受かったからそういうふうに言うのではなくて、受験勉強中からも私はそういうふうに思っておりました。わからなかったような問題がわかるようになる。解けなかったような問題が解けるようになる。そして書けなかったような答記が書けるようになっていくんですね。毎日自分の成長を、日々自分のこの努力が、そして夢に近づいていっている、そういう実感は持っておりました。受験期間をですね、まあ、辛い時もありますし、試験前なんかは私も相当精神的に追い込まれた部分もあったんですけれども、勉強自体、学問自体が楽しいって気持ちとは、これは切り離せることだというふうに私は思います。なので、ぜひですね、そういう受験期間をですね、もう辛くて、苦しくって、逃げ出したくって、そういう期間にするのではなくてですね、日々自分をこう、夢に近づいていってて、充実していて、楽しい時間だと、そういうふうに感じることができる、受験期間にすることも十分できるんじゃないかなというふうに、私は思います。そうやって私自身が学問を愛して、学問を大切にして、学問に熱中していたからこそ、最後に学問の神様が微笑んでくださったのかなというふうに考えております。ぜひですね、皆様にも学問の神様が微笑んでくださいますことをお祈りしております。